始まりは一つの思い。どうして、どうしては、しかしそれはとても深く憎い、憎くて憎くてたまらない、そしてとても強い。なんだと？貴様もう一度言ってみろ。ですからこれから大事な用事があるので、そのご命令は聞けないっす。貴様、それを本気で言っているのか？はいっす。名も知れぬプリニー、プリニー教育係たる我らの命令に逆らうとは命が惜しくないのか？はいっす。どうせ一度は死んだ身のプリニーっすから、今さら命なんて惜しくないっす。それに今日のこの大事な用事には命を懸けるだけの価値があるんすよ。普段はいい加減なプリニーにここまで言わしめるなんて。それはもちろん、みんなの憧れアクターレ大統領閣下のダークライブっすよ。アクターレのライブ？そんなのが命かけるほど大事な用事なの？はあ？当たり前じゃないすか。皆さん頭がどうかしたんすか？アクターレ大統領閣下のダークライブといえば伝説中の伝説。アクターレ大統領閣下のライブを生で見られるなんて、魔界にいてよかったっす。あの人いつの間にか人気者になっているみたいですね。魔界を俺様色に染めるって張り切ってたですからね。だがなぜか人気者になった。嘘だ。アクターレが人気者だなんて、そんなバカな、ありえない。魔界に住む者は全員参加っすから、皆さんも早く行かないといい席が取れないっすよ。プリニーが我々の命令に逆らい、そしてアクターレが人気者に。この異常事態には何か裏がありそうですね、閣下。うん、真相を知るためにも行くぞ、アクターレのダークライブとやらに。夜空に輝く星より、光り輝く俺様、世界中で噂のすごい俺様、あの子にキックアタックアクターレスクランブルゴー。燃え上がれ、燃え上がれ、もういい。あーきゃー、そう、太陽さえも嫉妬する熱くダークなヒーローさ。あれは誰だ、誰だ、誰だ。それは俺様、アクターレ大統領閣下。ああ、世界のその俺様色に。何今の寝言？起きてるみたいですから、新種の呪文ですかね。こんなアホな寝言を聞かせるために魔界の住人を全員集合させたのか。最高だ、アクターレ大統領閣下。見事なダークポエムなんだ。ああ、感動の涙が止まらない。今のがポエム？しかも大好評のようだぞ。世の中の詩人に対する冒涜ですね。お前たち、今アクターレ閣下を侮辱したな。アクターレ様を侮辱しただと？
ここのどいつだ。どこの誰かと思ったらお前たちか。どうだ、驚いたか。ご覧の通り魔界の住人はみんな俺様色に染まったぞ。貴様どうやって悪魔たちをたぶらかした。たぶらかしたとはしっけえな。彼らはみんな俺様の歌とポエムに浸水して俺様色に染まったんだ。アホか。あんなポエムに浸水する奴がいるか。呪いでもかけたんだろう。そんなこと言って、本心では俺様の素晴らしいポエムとこの人気ぶりにズバリ嫉妬してるんだろう。ふざけんな。誰がお前なんかに嫉妬するか。無理すんなって。その嫉妬でドス汚れた心を俺様の美声で綺麗にしてやるぜ。聞き惚れるがいい。俺様の美声を、俺様の歌を。受けてみよう。皆殺しです。天国にとらわれしなじみ、我が命に従い悪辣なる意義を表せ。俺が完全なる支配だ。俺様に惚れるなよ。Thank you.
我が命に従い悪辣なる意を表せ。これが完全なる支配だ。やるな、プリニー教育係め。だが、俺様のダークライブはまだまだ余裕の口。本番はこれからだ。さあみんな、俺様に力を。いつもの黄色い声援で俺様に元気をくれたまえ。は？何言ってんだお前。なんで俺たちが黄色い声援を送らなきゃなんないっすか。意味不明っす。
というか、なんで俺はこんなところにいるんだ。俺もなんだか頭がクラクラする。帰ってみよう。そうだな、俺も帰ってねえよ。どうなってるんだ。俺様色に染まって熱狂していたはずのファンたちが幻のように消えてしまった。どうやらアクターレをしばき上げたおかげで呪いは解けたようですね。うん、みんな正気に戻ったか。これで魔界は正常になった。結局原因は分からなかったけど、ま、どうでもいいか。ちょっと待て、異常事態は俺様色に染まったファンが一瞬にしていなくなったことだ。お前たち、俺様と一緒にこの異常事態を解決するのだ。いくら大統領命令でも無理なものは無理だ。本来お前のファンなどどこにも存在しないのだからな。そんなことないもん。この魔界は順調に俺様色に染まっていたはずなんだもん。もんってだだっこか、お前は。よし、決めた。失われた俺様のファンを取り戻すために特別チームを結成するぞ。その名もアクターレ大統領閣下とアクターレ親衛隊だ。マル様、よろしいのですか。よろしくはないが、やむを得んだろう。一応大統領命令らしいからな。お前、本当は面白がってるだけだろ。でも大丈夫かな。アクターレなんか仲間に入れちゃったらアホが映るんじゃないの。バカにつける薬はないって言いますからね。映ったら治りませんわよ。ブルブルブル、ディスコ、アホは絶対に嫌なのです。心配するな。お前たちとそれなりの期間一緒にいる俺が保証してやる。アホは映らない病気だ。なんだ、よかった。超安心ね。お姉様、今のバカにされたですよ。じゃ、そんなわけでよろしく。異常事態を解決して再び魔界を俺様色に染めるのだ。